今日の舞台はビラパークです。あいにくの雨模様となりました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。プレミアリーグのこの一戦、アストンビラがトッテナムホットスパーと戦います。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。トッテナムのアウェーゲームでの勝利数ですが、現在リーグトップの数字です。はい、現在9勝とアウェー戦13ゲームを終え、勝率はリーグトップです。アウェー戦にますます自信を深めているでしょうね。こちらがアストンビラの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 で戦うようです。カウンターに備えやすいシステムです。こちらがトッテナムホットスパーの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 ですね。ワントップの選手の動きがポイントになります。キックオフ、アストンビラがボールを動かします。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。ピエール・エミール・ホイビルク、相手ボールになります。ハリー・ケイン、ソン・フンミンにリターン。コンスタンティノス・フォルトゥニス、モディ・トラオレ、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ウェズレイ、隙を伺います。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。ハリー・ケイン、ボールはルーカス・モーラへ。ボールを奪われました。ウェズレイ、がっちりキャッチします。ジョーダン・ヘンダーソン、ボールはエンドンベレー。ハリー・ケイン、素晴らしいタックルです。ジャック・グリーリッシュ、強い当たりだ。サイドが空いていますね。ケイン、チャンスです。ケイン、クリアでしのぎます。危ない場面でした。ケイン、ケインの鮮やかな先制ゴール。コースをついた丁寧なシュートですね。はい、ボールのコントロールがいい選手ですね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。ゴールフォートップのホスピル、ナンバー10、ハリー・ケイン。タックルでボールは外に出ました。相手のスローインです。
コンスタンティノス・フォルトゥニス。パスを返します。スルーパスが味方に通る。ここはしっかり当たらないシュートでした。ピエール・エミール・ホイビルク。ゴールに迫ります。アストンビラ、ゴール、同点弾が決まった。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。できればリードを守りきりたかったでしょう。監督も苦い表情です。ジョーダン・ヘンダーソン。プレーが止まります。オフサイドの判定。ジャック・グリーリッシュ。素晴らしいロブです。ゴールは見えるか。またもピンチか。ここはシュートは枠に飛びません。うまくコースを切っていましたね。ディフェンダーが見事でした。ゴールの形が見えたか。トットナム、さあゴールを狙いに行く。クロスはディフェンスが阻止。これはあるか。キーパーがコーナーをパンチング。ソン・フンミン飛びついてしっかり止めました。ボールはエリアへ。クリアが小さい。チャンス。ケインに向かう。ボールをクリアしました。いい位置でカットした。ケインへ。ディフェンスがブロックしました。カウンターアタックに入るか。スペースを見る。さあどう動いてくるか。決まった。ピッチ全体でプレスをかけ、ボールを奪い返してゴールしました。なかなかできないプレーでしたが、見事なゴールです。映像が来ましたね。攻め込んでからのマイナスのパスが効果的でした。そしてフィニッシュです。2対1でパスの選択肢もありましたが、ここは自分で決めてきました。リードを奪ってチーム全体に余裕があります。監督の表情も少し緩んだ気がします。ルーカス。ボールはヘンダーソンへ。タンギ・エンドンベレ。ボールを奪った。いいタックルでした。トラオレ。コンスタンティノス・フォルトゥニス。ウェズレイ。抜けた。やってしまいました。これは悔やまれるミスでしょう。決まっていれば試合の流れを決定づけるゴールになったんですけどね。前半が終了しました。スコアは2対
さあ後半開始、トッテナムのキックオフです。ルーカス、ハリー・ケイン、キーパーと1対1、ルーカス決まった、同点ゴールです。リプレイが出ます。いいところにスルーパスを出してきました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。監督の喜びが伝わってきます。このゴールで追いつきました。鮮やかな同点ゴールでした。緊迫した好ゲームになっています。狙った、このロングシュートはキーパーがセーブ。少し距離がありました。福西さん、バイエルンミュンヘンが随分前から狙っていた本命の選手を獲得しましたね。ええ、この移籍はチームに大きなインパクトを与えてくれると思います。サイドから攻撃でしょうか。これは見事なパスカットです。いいパスです。視野が広いですね。ゴールにつながるプレーとはなりません。カウンターアタックのチャンスです。ベズレイ、チャンスだ。うまく抜け出して、あとは決めるだけという場面もキーパーがしっかりと処理しました。決定機でしたね。少しもったいないプレーでした。ジャック・グリーリッシュ、ウェズリー、ボールは抜いた。周りを確認したい。これは PK です。ここでリードするチャンスですね。主審は PK を指示しましたが、カードは出ないようです。そこまで危険なプレーではないという判定でしょうか。この得点機を阻止しました。ピンチだったんですが、一転して試合の流れを引き寄せるスーパープレーですよ。コーナーからエリア内へ。ここはうまくボールを取りました。ジョバニ・ロチェルソ、うまく読んでいましたね。ウェズレイ、このシュートで勝ち越せるか。見事なタックル、危機をしのぎました。ここまで手に汗握る展開は嬉しい誤算ですね。スコアもポゼッションも完全に互角です。まだまださあリードできるか。これは PK、トットナムが PK を獲得。 PK です。さらにイエローカードも出ました。これは仕方ないですね。あとは PK に注目しましょう。シュートはポストへ。この PK は失敗です。まあ4回に1回は失敗しますから、これは仕方がないですね。流した。アストンビラがプレーを続ける。ゴールチャンス。ゴール。素晴らしいゴールを奪いました。いい時間にリードできましたね。ここからの試合展開に注目しましょう。映像が来ました。完璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。そして強烈なミドルを決めてきました。いや、改めて見ても本当にすごいシュートです。
このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね、これはちょっともうなさそうですね。ジョーダン・ヘンダーソン。さあトットナムが徐々に押し込んできました。チャンス来た。EA スポーツがお送りするプレミアリーグ、アストンビラが次に対戦するのはマンチェスターユナイテッドです。どちらも相手ゴール。試合を振り出しに戻しました。リプレイを見ましょうか。この突破で一気にチャンスになりましたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。監督も明るい表情です。ようやく同点に追いつきました。試合は振り出しに戻りました。ピエール・エミール・ホイスベルグ。このパスはカットされました。高いボールで裏へのパス。時間的にも残りのチャンスは多くないでしょう。トットナムがボールを持ちます。空いているスペースが見えたか。いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。試合は現在3対3。残り時間もわずかとなり、そろそろチームの次の試合が気になりますね。アストンビラの次の対戦相手ですがマンチェスターユナイテッドですね。しかし今日はよく戦っています。引き分けなら次も問題ないでしょう。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。試合は同点。トットナムとしてはドローで良しとするか、勝利を取りに行くか、どちらを。さあゴールを狙いに行く。ボレーシュートを狙いましたが枠に阻まれました。入っていればスーパーゴールでしたが、もうちょっと中に入れたかったですね。トラオレ。スコアは同点。時間はありません。そんな中でアストンビラが攻撃に出ます。ジョーダン・ヘンダーソン。ゴールの形が見えたかトットナム。ここは押し出します。さあ来た。ゴールが決まった。土壇場で勝ち越しゴールを奪いました。このゴールは大きいですよ。勝利が大きく近づきました。こういう風にクリアしたのかパスしたのかよくわからないプレーが危ないんですよね。結局ディフェンシブサード内で相手にボールが渡り、そのまま決められてしまいました。こういうミスは改めないといけません。ゴールシーンの多い派手な試合となりました。まだまだゴールの予感が止まりません。ボールの激しい奪い合いです。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。これはいい展開です。同点。ホイッスルです。このリーグ戦はトッテナムが勝利を収めました。なかなか見応えのある試合でしたね。リードを守って勝ち切ったことはチームの今後にもいい影響があると思います。次も期待していますよ。